全然逃げちゃったし、ケンタッキーは厚みで逃げちゃった。せめて開けよ。ね、ベス君もそう思うでしょ。せっかくマスターが俺たちの息抜き用にって準備してくれたものだし、俺たちが楽しく遊んでるところ見たらあの二人だってやってみたくなると思うんだ。なるほどな、今は理解した。でも二人で遊べるのか、それ。それに関しては心配無用。キーパーは俺がするよ。ベス君は向こうでキャラクターシート作ってきて。不安しかないが、まあ、マスターのためならしてやってもいい。メルシー、ベス君。じゃあ、ベス君を待ってる間にこの宅のハウスルールについて説明するよ。キャラクターシートのダイスの振り直しは3回まで。数値の入れ替えは禁止。振り直す場合は全ての技能値を振り直してもらうよ。お借りしたシナリオはお菓子屋様の人魚姫の物語。推奨技能は目星だけだね。冒頭の注意書きにもあった通り、これからプレイする予定のあるマスターや、ネタバレを避けたいマスターには視聴を控えてほしいな。もちろん、すでにプレイしたことのあるマスターがシナリオのネタバレになるようなコメントをするのも禁止だよ。大丈夫。そっか。ありがとう。じゃあ、ベス君のキャラクターシートもできたみたいだし様子を見に行こうか。ブラウン・キッス。27歳の英国人で職業は探偵だ。